こんちゅーまいこちゃんです。プレティーこんちゃーゆずひこです。ということでね、ゆずひこ、はい、体育座りで視聴。体育座り知ってますよ。あのなんかさ、ちょやってみてよ。はい、あのなんかさ、三角座りとかお山座りとかね、二等辺三角座りとか言われてますけれども、あのちょ実は、うん、結構やばいん。あ、これ、うん、そうやらんほうがいいよマジで。え、なんで。マジでお前弱体化するよ。弱体化、うん、これで、うん、ということでね、こういうね体育座りとか小さい頃からね先生とかに教えてきてもらったと思うんやけど、実は知らず知らず子供の時から日本人を弱体化させるためにされた教育が様々あるんで、今日はそちらについていくつか紹介していきたいと思います。体育座り。そもそも体育座り、学校で習う座り方だとは思うんですけど、奴隷座り、囚人座りとも言われていて、ナチスドイツが開発した座り方なんですよ。ということでですね、実際にはね、これ海外でも屈辱的な座り方とも言われている座り方で、じゃけ海外旅行とか行った際は絶対にしない方がいいということです、はいはい、あと実際にやってみてほしいんやけど、お前がやれ。あの結構辛いじゃんこの座り方、うん、なんか全校集会の時とかもさ、この座り方されて長時間めっちゃ辛いやん。辛かった辛かった。これね本当にガチで体に良くないらしくて、うん、実際に起きる体への弊害としていくつか紹介すると、腰痛を引き起こしやすくなる、自律神経が乱れる、自律神経が乱れることで疲れやすくなる、感情のコントロールが難しくなる、顎が前に出るストレートネックのような状態になる、目線が下がり落ち込みやすくなるなどとね、たくさんあるんですけれども、この座り方で日本人を弱らせようとした一番の理由は、日本人の強い丹田という部位を弱らせるためらしいんですよね。これ丹田どこだと思いますか？部位、体の部位です。はい、丹田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 はここだ、はい、近い近いはい、丹田っていうのはね、うん、おへそから指3、4本分下の部分。あ、下か。この部分がね、日本人強いと言われてるんですよ。まあ、この丹田を弱らせるために、まあ、体育座りをね、させたらしいんですけども、なぜ日本人、そもそもここの丹田っていう部分が強いかっていうと、昔、着物を着ていた日本人は帯を巻いていたから、腰周りを意識しないといけない衣服環境だったり、和式トイレだったので、自然とお腹や骨盤周りの筋肉が鍛えられたり、さらには戦争前は座り方があぐらなどで骨盤を立てて座るものが主流だったため、下腹部の筋肉丹田が強かったと言われてるんですね。まあ、その丹田をね、まあ、弱らせることができる、まあ、姿勢がこの体育座りということでですね、うん、まあ先生もね教えちゃうじゃんこの座り方しろって、うん、多分先生もね、なんでこの座り方を推奨しちゃうか自分自身も分かってないよどうせ、うん、まあその教育委員会とかからこういう座り方を習わせろって言われてそうやっちゃうと思うんやけど、実はこういう隠された意味があることを先生も知らずに教えちゃうけね、うん、まあ、先生もまあ悪者ですよ。るものか、はい、知らないは通用しませんから、この国の将来かかってますからね。むちゃ罪っていうもんね、はい、日本人弱体化計画、はい、まあ、これアメリカがねしている政策なんですけれども、戦争後まだまだあります。あ、ちなみに俺は体育座りしたらケツの骨が床に当たって痛くなる派です。うん、まあ俺もそうやけどね。はい、同じなんや。同じ、まあ、やっぱ家族やけね。あ、なめちょく俺のケツの骨。無意味な英語の授業。まあ、戦後ね、日本では英語の授業が始まったんですけれども、役に立ってますか大人になった今。いやー、使ったことはない。ないやろ。なんかさ、これも実際に使われてないっていうけどね、あの How are you today ってみんな最初聞かれるやん先生に、うん、そんな感じで、うん、でそしたらみんな I fine thank you and you って言うやん。あれ実際英語圏の人使わないらしいですよ。そんな見たことないね。元気ですかって言われたら、あ、I'm good とか言うらしいんよ、うん、ねえ、マジで無意味と思うこの授業。まあね、確かに戦後日本でされていた英語の授業は文法中心で、ほとんどの教師が英語の教員免許を持っていなかったんです。英語を話せなくして優秀な日本人を海外に進出させないようにしたらしいんです。そうした無意味な英語教育をすることで日本の国際協力の低下を図ったらしいんです。 How are you today? Oh, I'm fine. And you? My name's Hiranoshio。地政学の廃止。
昔日本では地政学といって国家戦略を地理の観点から研究する学問があり、日本の強さの源と言われてたらしいんですが、戦後日本では地政学はなくなり、これも日本を弱体化させるための政策ではないのかと言われております。いやまあ今でもね、地理の授業はあるんやけれども、まあそんなね地政学といったものがあったらしいです。ちなみに俺一個これ思うんやけどさ、俺の統計学上社会の先生って100発100中でさ寝れる先生じゃね。そうやね、じゃない。中学校の時とかもうね、何人か社会の先生おったけど、みんな優しくてね。よねそうよね、やっぱり。これなんか都市伝説あるんですか、ね、あるかないかななんか社会好きは優しいみたいなのがあるかな、ね、あんなね俺結構ね、結構何体育会系の高校、まあ二人とも同じ高校ないけど通っちゃったけど、俺あの社会の先生の授業だけはねスマホいじってましたから。えはい、何やっちゃったの。え、運曲作ってました、モンストね。え、あとたまにマッチングアプリ。んん、え、マジで嘘です。するわけないやん、18歳以下できんやろマッチングアプリ大丈夫、安心して、俺は視聴者のみんなしか見てないから。パン文化。戦後日本人の強さは何かと考えたアメリカ人が、日本人の主食である米ではないのかと思い、給食が始まってから本来日本人の体に合わないパンを出す機会を増やしたそうで、これを約30年間続けたことによってパン文化を全国に普及させ、米を食べる機会を減らして日本人弱体化を図ったそうなんです。ちなみにゆずひこは朝パン派かご飯かどっちなん。パンです。あ、パンなんや。パンですよ。あ、そうなんや。え、どっち。あ、俺は、まあ、キャビアかトリュフかフォアグラかカエルの素焼きですね。カエル。はい、なんか最後気持ち悪いな。ということでね、まあそもそもね、日本人朝ごはんの文化なんかなかったらしいんや。なかった朝ごはんが、はい、まあそれはね、トースターとか売りたいがために、企業とかがね、まあ、ビジネスのために朝ごはんという文化を作って、そういうものを売り出して作られたそうです、そういう文化が。なるほどね、はい、そんなね都市伝説もありますよ。まあ、ということでね、まあ、たくさんみんなが知らないうちに日本の弱体化計画がアメリカによって、まあ、進められてきたわけなんですけれども、まあ、安心してください、そんな弱体化の教育を受けたこの僕、こんな強くたくましく育っておりますね。はい、いや弱すぎやろ。安心してほしいです。雑魚やろお前、この僕を見て。女性ともさ、はい、まともに話せんのにさ、陰キャやん。親の鏡見てみたいよお前マジ。いや親は一緒だ。いやブスすぎる。収集つかんなこいつ。